はいそれでは後半戦も頑張っていきましょう。えー、っとですね、まずですけども今、あの後半戦では先進的な交通施策という話についてお話し,します。今、交通分野は100年に一度の大変革時代にある。それでは、早速いきましょう。えっと、 これまでもいろいろと話してきたんですけれども、都市の公共交通機関を再度まとめたいと思います。えー、っと、まあ、ちょっと今回のまとめ方としては、えっと、分類が、えっと、まあ、軌道系とかバス系とかその他とか、あとはもうそのシステムの新しさとかっていうもので項目で分けました。それがこちらの上の表なんですけれども、えー、まあ在来型の軌道系としては、やはり鉄道とか、 あの地下鉄、路面電車といったもの、バス系では路線バスとか、あとはトロリーバスですね、縦や枕、クルバルベンルートとかにもありますけどもト、トロリーバス、その他ではタクシーやハイヤーが該当します。で新交通システムというのもあります。これは、ここにも書いたように、既存の交通システムにはない特徴を有する新型の交通システムの総称というものです。この新交通システムの中の軌道系としては、 モノレールですね。モノレールはわかりやすいんじゃないですかね。まあ、これ、たまとしてモノレールですけども、モノレール。あとはデマンドバスとか、あとはデュアルモードバスとか、あーとにあります。このデュアルモードバスは先あの後々、あの次ページでお話し,します。で、この新交通システムよりもさらに新しいという新型の交通システムとしては、LRT ですね。 もう DRT とか BRT とか LRT とか、わけわかんないよと思うかもしれませんけども、ごめんなさいね、そういう名前なんです。LRT は路面電車ですけども、あの従来の路面電車、あ先ほどあのトランスポーテーションギャップのところでも話しましたが、あの路面電車ともちょっと一線を画する、えっと、もう少しシステムとして高度なものが LRT になるんですけども、えっとまあ、こういったものとか、コミュニティバス、あとは都市型のレンタサイクルですね。 コミュニティーサイクルとかとも言いますけども、あのレンタサイクル、こういったものもあの交通機関として、えー、っとちゃんとあの重要な役割を果たしているということです。はいまあ、これらが公共交通機関なんですけども、まあ、聞きなりじみのない言葉とかもこの中にあったと思いますね。例えば、あのまあ、デュアルモードバスーの話なんですけども、えっと、これはですね、名古屋ですね、愛知県の名古屋の事例なんですが、ガイドウェイバスといいまして、あの 普通のバスだけでなく、なんと鉄道みたいな役割も果たすっていう、まあ、デュアルモードですね、2つの役割を果たすバスがあります。普段はですけども、普段は道路を走,道路を走ってるんですが、こんな感じに、あ,のある時から、えっと、この軌道上に上がってですね、ぐーっと上がっていって、この横にこうやって車輪がついてるんですけれども、これを使って、えっと まあ鉄道のような形で走行することができると、まあ、ガイドウェイバスというんですけども、ユトリートライン。これがですね、あの道路上から、えー、と軌道上を走行できるという、まあ、面白い交通機関があるんですね。なぜこんなことをするかといったら、もちろんこれはあの道路がいく,い,くあのいくら混雑している時であったとしても、まあ、上に上がっちゃえば混雑はしてないので、まあ、ここを走って定時性をまあ確保しましょうよというような意図で、こういったシステムが えと作られています、えー、と疑問に思われた方もいるかもしれませんが、えー、このバスの運転手さん、鉄道の免許は必要なのと思うかもしれません。はい、えー、これは必要です。えー、ということで、まあ、特殊な、あのーまあ、技量を持った人には知らですよね、えーと。大型二種免許、バス運転するには大型二種免許が必要ですけども、大型二種に加えて、その鉄軌道を走行するための、まあ、ちゃんと訓練。 あの免許も保有していなければならないという感じですね。デュアルモードなのはえっ、ー、とドライバーもという話ですね。はい、それでは行きましょう。で、もう一つデュアルモードのあのシステムとしてですね。こちらも普段は普通にえっ、ー、とまあ、道路を走っているんですが、えっ、ー、とある時からまた鉄道まあ。これは本当に線路の上を走ることができるというですね。面白いバスがあるんですね。これ、あのデュアルモードビークル dmv と言われます。 これはかつてなんですけども、JR 北海道で試験的に導入されていたものになりますけどもあの、2014年の9月には、ね、もう本格的に導入はもう断念になっちゃったんですけども、ちょっと面白いので、ここではちょっと解説します。ふ普段は道路を走行してます、ちゃんとた車輪が4つついてますからね。で、モードチェンジをしまして、今度はこちらの下の車輪を使ってレール走行することができると。 えっとこれはなぜこんなあの線路を走らなくちゃいけないのか渋滞がひどいのと思うかもしれませんがそうではないんですねヒントは北海道です皆さんピンときましたかはいそうなんですえっ、ー、と JR 北海道北海道ですから雪がすごいんですね雪がすごいとあのー、普通のこのタイ車輪タイヤで走行することは難しいというようなシチュエーションが多くあります。 そんな時にえっに、と、この線路の方にモードをシフトしてあげて、あの走ってあげれば、まあ、積雪時、降雪している時でもあの走行することができるということで、このデュアルモードビークルという乗り物が、まあ、提唱されたわけです。これらの乗り物という、まあ、乗り物を、まあ、変えるという、まあ、仕組みもあれば、その乗り物の活用の仕方を変えるという。 う試みもあるわけですこれは現在主流の考え方として、最近よく耳にする人もいるんじゃないかなと思いますけれども、人の移動の革命、ますという言葉があります。モビリティアザ・サービスの略でですね、サービスとしてのモビリティですね、はい、サービスとしての移動という意味になります。はいえー、これはどういうものかというと、ICT。 あの情報通信技術のことですけども、情報通信技術を活用して、マイカー以外の移動をシームレスにつなぐ、継ぎ目なくつなぐシステムのことをマウスというシステム、あ呼ばれています。まあ、これをマウスによって、ですねあの目的地への最適な経路とか料金、そして所要時間などを把握することができるというところなんですね。まあ、今までだったらその、鉄道は鉄道、バスはバス、タクシーはタクシー。あのーね 自転車、自転車というふうに分けられていたところを、それを効率的に接続するというのが、このマースという仕組みになるんですね。はいまあ、最近はスマートフォンとかも普及してますから、そういったものを使って経路検索と予約といったものをすると、あのより移動がしやすく、移動が楽しくなるではないかということで、まあ、こういったマースという試みです、ね、がなされているという話です。まあ、あとは このマウスですけども、自動運転と組み合わせることができると、この自動運転,運転と組み合わせることで、より可能性は無限大に広がるんじゃないかというふうに考えられています。例えばあの、交通弱者、高齢者の方とかね、移動がしにくい、移動するのが大変という人のために、ドアトゥードアでその自動運転でね、その人の家まで行ってあげると。で その,高齢者そのことによって、高齢者の医療費の減少とか、まあ、地域の活性化にもつながるんじゃないかと、まあ、外出しやすくなるので、あの私は乗り物に乗るのが大変億劫だから、ちょっと出かけないという人も、まあ、こういった、ね、マースが普及することによって、えっと、まあ移動しやすくなるんじゃないかと、あとは過疎地での公共交通機関がまあ安価になるということで、えっと、新事業の可能性にもつながるんじゃないかと。例えば医療とかまあ、様々な 多業種との連携というのも図ることができると考えられています。まあ、あのまあ、課題としてはね、高齢者の方とかがちゃんとし利用しやすいようなシステムを構築する必要がある。であの分かりやすい。誰にでも使いやすいようなシステムを作るというのも大あの重要なことかなと思います。はい。ちなみにですね、あのこれはあの脱線ですけども、モビリティという言葉をよく使う人がいます。えっと、モビリティアザーサービスのこのモビリティですね。モビリティっていうのは、 な何なのかっていう話なんですけども、よくこれを乗り物とか移動手段をモビリティとして言葉を使ってる人はいるんですけども、まあ、モビリティがたくさんあるからとか、あのこのモビリティを使えばいいのとかっていう話でよく使われる人いるんですけども、それは厳密にはあの適切ではない使い方ですね。モビリティというのは移動能力のことを指します。例えば、移動する能力が高いというような使い方はいいですけども。 ああのまあ、移動する能力がたくさんあるとかっていうのはおかしな使い方ですからまあ、ちょっとあの乗り物としてこのモビリティを使うのはやめましょう。で、えー、とスマートシティの創出に向けてという話なんですけどもあのそのそ先ほどのマースをうまく活用して、まあ、次世代のより効率的な都市を作ろうという、まあ、スマートシティ構想っていうのがあるんですけれども。あの これについてはですね、あ,のある企業がありまして、まあの、具体的に名前を挙げると、モネテクノロジーズという会社がありまして、まあ、こういった情報通信技術をまあに長けたあ、まあ、会社とかと、あのまあね、乗り物をとか自動車会社ですね、トヨタとか、そういった会社とかが連携することによって、えー、っとその将来の,あの来る自動運転社会を見据えて、新たなそのシステム、 サービスを提供する考えていいこうじゃないかと例えばすごいですけどもこちら写真図がありますけどもコンビニを移動してコンビニを利用できるようにしましょうとか移動するのが億劫な人のためにその人の家のところまで、えーまあ、ショップが移動してくれればいいよねとか移動型の診療とかその乗り物に乗れば 先生は実際に乗っていないけども、遠隔通信とかで、その先生とお話、あの診療がうまくできる、精密機器もその乗り物の中に積んであるとか、さまざ、あ、まな可能性があるわけですよね。もう未来な感じですけども、あの実際に近いところまでこういった技術が来ているというところを理解しておきましょう。さあ、ということで,です、ね、これまでさまざまな話をしてきました、バスの現状、そしてバスの施策の、さまざまなもの。 これらの議論を踏まえて、これからのバス交通はどうあるべきなのかというのを考えていきましょう。やはりですね、これはあの従来型のシステム運用からは脱却が急務だというふうに言わざるを得ないですね。はい、あのやっぱりそのバスのどのデーンとかいていて、はい、乗ってくださいというふうにやるのではなく、その利用者がどう どう使いたいたのかどこでいつどのように使いたいのかといったものをうまくバスを運営している側も把握する必要があるそうではないとやっぱり空気バスを生んでしまったりとか需要と供給が噛み合っていない、まあ、それによって非効,効率なあの、まあ、現象が起こってしまうような可能性もありますそう考えるとやはりバス交通のこれからの在り方っていうのは、えー、見直さなければならないというのが伺えるんではないでしょうか 最近ではこのマースとかっていう技術もありますからね。はい。公共交通とその需要特性をうまく理解しましょう。どんな交通システムが存在するのか、またどんな人たちがどこをどれだけ利用したいと思っているのか、こういった需要特性をうまく把握してあげなければなりません。あともう一つ言えるのは、異業種との連絡、連携は必須ではないかというふうに考えられます。えー、例えば、物流ですね、ロジスティック。 あの物資の箱を運ぶ運搬とか、あとは医療で,医療ですね、あの診察とか医療とか、あとはそれだけでなく商業、先ほどのコンビニとか、スーパーとかってありましたけども、そういったものとそのバス事業っていうのをうまく連携させる、えー、可能性としてはあの無限大だと思います、バスコートの可能性は無限大だと思います、さまざまなものと連携させることによって、あバスがいいじゃんと、バスにシフトしようよというような。 試みもも出てくるかもしれませんので、えっと、試案をいろいろと巡らせてですねあの考えていければこれから面白いことができるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということですね今回の講義は以上となります。いかがでしたでしょうか。小さな疑問だったとしてもそのままにせず完璧に理解した上で次へ進んでいってください。このチャンネルではこのように高校から大学教養レベルのさまざまな講義を展開しています。よろしかったら いいねボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。